皆さんこんにちは、キアナです。私はイラン出身のユダヤ人で、日本留学中に FX を始め、その後取引についてより詳しく学ぶために世界金融の中心であるニューヨークにやってきました。今は数少ないプロの女性投資アドバイザーとしてニューヨークから様々なトレード情報を発信しています。それではインベストディバによる今週の FX 分析です。通貨ペアの動きをダンスフロアに踊るダンスに例えてお届けします。ECB のマリオ・ドラギ氏がユーロ圏経済のためにおそらく金融緩和を実施することを念頭に置くと、2015年の終わりまでユーロは弱気でしょう。ユーロドルのペアは11月の初めに前回のターゲットである1.2494 に到達した後、ほぼ持ち合い状態が続いてきました。現在は一目の雲の下で下降ウェッジにとらわれており、次のターゲットである1.2260に近づきつつあります。下降ウェッジは多くの場合逆転パターンで、今回の場合もターゲットにぴったり下降したからパターンが完了しそうです。したがってスーパーマリオ氏の QE 実施予測と合わせて、一旦ペアがこの下降ウェッジを上抜けすれば一目の雲に向かって上昇するでしょう。1.2930 の 38% ブナッチレブを上抜けすれば、2015年に向けて見通しは長期的に上昇に転じ、ユーロはドルに対して 1.31 のレベルにまで回復すると考えられます。ただしこの場合にも米ドルにも同様に最新の注意を払うことを忘れないでください。なぜならユーロドル上昇の見通しは、現在のドル上昇が引き戻しにあった際さらに加速するからです。この動画を気に入ってくれた皆さん、investdiva.com にメール登録して、investdiva の最新情報とメルマガ限定の私のライフストーリーをゲットしてください。そして動画をお友達にもシェアしてあげてくださいね。